オギンスキ家の紋章を見はうクレオファス、オギン銀すき、ギ銀すき、家は、リトアニア及びポーランドリトアニア共和国の大貴族の家系。おそらく、リ陸町のチェルニホ副家の流れを組んでおり、14世紀にリトアニア大公国領に組み込まれたスモレンスク地方に住んでいたと思われる。加盟は都市、王銀隊に由来する。リトアニアにおける一族の領地の大部分は、 1486年、太鼓アレクサンデルが与えたもので、かつてはディミトリ・フルショクのク校の所領であった。リトアニア最有力の貴族家門の一つであった道家は、一族から多くの政府交換、及び数人の著名な音楽家を輩出した。オギンスキ家は、ビテフスク県を政治的地盤とし、17世紀前半には、サムエル・オギンスキが、同地域に一族の宮殿を建てた。 この宮殿は19世紀初めまでは、ビチェプスクにおける最大の建造物であった。1711年9月18日、司教ボグスワフ・ゴシェフスキは、マラジェーチナをオギンスキ家に売却した。同志は、一族の本拠地となり、フレスコ画で飾られた古典主義様式の宮殿を築き、後にルネサンス様式の教会が付け加えられた。1783年、 一族は神聖ローマ帝国の帝国諸侯の称号を与えられ、ポーランドの公の家系の一つに加わった。1882年、当主のミハウ・オギンスキは、18世紀に一族が獲得したザラガス及びカバルスカスなどの村を含む所領の一部をロシア帝国による圧力を受けて売却した。また、一族は一時的にセドルチェをも領有していた。 オギンスキ家はルテニア語と古代教会スラブ語による聖教徒のための出版事業を支援していた。聖教徒の出版社たちはオギンスキ一族を聖教会信仰の砦りと呼んでいた。しかし、マルツヤン、アレクサンデル・オギンスキの改修を最後に一族はローマカトリック教会に改修した。ありがとうございます。